カントリーガールズの森哲咲です。椿ファクトリーの朝倉キキです。せーの、ハロステスタート。カントリーガールズの森哲咲です。私が最近気になっていることはですね、グリーンスムージーを飲むことなんですけど、こうグリーンスムージーってコンビニとかでも売ってるじゃないですか。だけどこうお家で自分で作って飲むのにハマってるんですよ。作る？そうそうそう、あの小松菜とリンゴとバナナを私は混ぜてあの作ってるんですけど、だいたいその3種類を混ぜることが多いんですけど、他にもこうマンゴーとかいろいろ果物とかを変えてこう飲んだりもしているんですけど、こう美容にいいからぜひやってみてくださいね。はい、頑張って作ってみます、はい、ということでキキちゃんどうぞ。はい、椿ファクトリーの朝倉キキです。私が最近ハマっていることは、あの私は愛犬のチャーリーを飼っているんですけど、はい、あのそのチャーリーの耳を触ることと、うん、あとよく犬とか猫ってこのあの手とか足とか舐めたりするじゃん。その光景を見るのにハマっています。見るだけでいいの？あのもう本当に可愛いんです。いいあのなんだろう、なんかこの可愛さに最近気づいたんですけどなんか本当に可愛いなと思って、なんかもう可愛いしか言葉が出ないんですけど。わかりますね。私も愛犬を飼っているんですけど、もう本当に可愛くて毎日毎日可愛い可愛い言っちゃうんですけど、ね、可愛しか言えないんだよね。そう、わかります。言えないんです。さあ、あの前回似顔絵を描いてもらったんですけど、はい、あのどうでしたか？見ました？見ました。なんかあの私はこう、うん、ポニーテールをよくやっているので、そうだ、ね、ポニーテールで描かれるのかなと思ったら、あの普通にストレートのおろしで描かれていたので、羽賀さんにはそういうイメージを持たれているのかなって思いました。そして私はアンジュルムの勝田里奈さんに描いてもらったんですけど、私はいつもポニーテールしているので、うん、そのままポニーテールが描かれてて、すごい似てた、似てるなって自分でも思ったので、すごい嬉しいなって思いました。そしてですね、最近のカントリーガールズは、6月の30日にカントリーガールズライブツアー2016春夏のファイナル公演を終えてですね、あの今はハロープロジェクトの夏のコンサートに向けてリハーサルに頑張っています。はい、じゃあ椿ファクトリーはどうですか？はい、椿ファクトリーも夏のハロープロジェクトのコンサートのリハーサルは頑張っています。ね、一緒にね頑張っていきましょうね。はい、はい、ということで今回はこんな2人でお送りします。
すごい幸せ。冒頭ではこぶしファクトリーが7月27日に発売するサードシングルからサンバ・こぶしジャネイロのミュージックビデオハロストエディットをご覧いただきました。イエーイ。どうでしたか？いやもう聞いたことあったんですけど、すごいミュージックビデオでは衣装も派手だし、そう、こうセットもすごい黄色と緑をすごい使われていて、あと頭の飾りがすごい大きい大きい大きくてすごいなって思いましたね。目立つなって。井上玲ちゃんが、前髪を上げているのがすごく新鮮すぎて、でもなんかすごい可愛くて可愛かったねおーって思いました。そしてこの曲はですね、8月に開催されるリオオリンピックを意識した歌詞も含まれていてですね、こうリオとかリオってなってて ね、こう藤井リオさんはリオリオってかけてすごいいいなって思いました。面白いなと思いました、はい。そして今回はもう一曲、こぶしファクトリーのサードシングルからオラは人気者のミュージックビデオハロステイディットをご覧いただきます。どうぞ。こぶしファクトリーはアイドル祭り2016の公式サポーターに決定していて、そしてこの曲がエリア代表決定戦の課題曲となっています。はい、どうでしたか？すんごいなんか最初から最後までみんなわちゃわちゃしてて、ね、なんかちょっと変顔とか面白い顔もしていてすごくなんか飽きない、飽きない、ね、飽きなかったぐらい面白かったなと思いました。そしてあと衣装がみんなそれぞれ違っていて、こうなんか色とかは同じなんですけど、形がこう長かったりズボンが長かったり、こうリボンの大きさが全然違かったり、そういうところにも注目してみてほしいなって思いますね。はい、おかえり。モーニング娘。16です。7月3日ラフォールミュージアム六本木で行われたシングルの発売記念イベントから歌方サテデーナイトをご覧いただきます。どうぞ。とか分かってないで、そう
ったということで、はい、どうでしたかみんな。はい、皆さんというかこうお客さんの前でパフォーマンスするのが久しぶりだったじゃないですか、うん、舞台やってたので、ね、私たち、うん、っていうのもあってすごい緊張して、うん、マイク持つ感覚が久しぶりすぎて、うん、なんかちょっと一瞬マイクって戸惑ったりとか、うん、なんかすごい加入したての子みたいになりました。そうですね、あの、曲の中でザ・ビジョンという曲で踊らせてもらうことになったりとか、うん、またこう進化した私たちをね、皆さんに見ていただけたんじゃないかなと思います ね、まあ、こんなに汗かくまで踊ったのも久しぶりじゃん。汗が、うん、全然止まらなくて、ね、握手会の前にメイク直しさってしていくんですけど、うん、拭いても拭いてもティッシュ足りなくって本当に拭くなっちゃう。でもね、11人でこう舞台やってきて、はい、なんていうの、一つになったなって感じがすごいしたわけですよ。そう、全員で舞台できたので、うん、だからこうそこからさらにね、こうこれから始まるこう、はい、ハロープロジェクトのコンサートだったりとか、はい、こうツアーに生かしていけるように頑張りたいと思いますので、はい、どんどんこの11人体制の新しい私たちを見せていきたいと思いますので、はい、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。以上、モーニング娘。ワンシックスでした。はい、見ていただきました。どうでしたか。はい、あの DJ の部分が、うんうん、鈴木さんからあの小田さくらさんに変わっていて、なんかやっぱ小田さん の、 その DJ の仕方とかも全然やっぱ鈴木さんとは違くていいなと思ったし、ね、あのやっぱこの曲はすごい盛り上がるじゃん。そうですね。だからなんかすごいみんな楽しそうに笑顔でパフォーマンスされていて、すごく楽しそうだなって思いました。はい、あと11人体制になって初のイベントということで、うん、はい、こうなんか新体制のモーニング娘。ワンシックスさんが見れてすごいいいなって思ったんですけど、そうですね、あの言い方とかも確かに変わっていたんですけど、うん、こう踊ってる方もメンバーが DJ じゃなくて、はい、踊ってる方もこう石田さんがソロで踊ってたと思うんですけど、うん、こう12期の牧野ちゃん以外のハガちゃんと尾形春菜ちゃんと野中美希ちゃんが踊っていて、うん、こうそこも、うん、そこもなんか振りとかも結構変わってたので、ね、ててなんか新しい見せ方だなって思いました、ね、あとそうですね、私はモーニング娘。ワンシックスの中だと羽賀あかねちゃんと仲がいいんですけど、あの前回こうあかねちゃんがあのハロステ MC で仲のいいメンバーいますかってカントリーガールズの中でって質問された時にこう私の名前を言ってくれていて、すごい嬉しいって思ったんで、私も言えてよかったです。いますか。あの私はあの舞台族11人いる東の地平、うん、西の東和で一緒に共演させていただいた時にすごい気になるメンバーさんが、うんうん、あのできたんですけど、その方が工藤遥香さんなんですけど、なんかすごくなんかいつでも全力で結構演技に対しても熱心な、うん、あの一面があって、なんかそういうところがすごいかっこいいなと思って今は気になっているメンバーでもあります。はい、あのまだねこれからハロープロジェクトのコンサートも始まるので、うん、もっともっといろんなメンバーさんと仲良くなっていきたいなって思います。おかえり。ハロプロ研修生です。キュートの春ツアーでオープニングアクトとして登場したハロプロ研修生の巡る恋の季節をご覧いただきます。どうぞ。
VTR を見ていただきましたがどうでしたか？はい、そうですね、巡る恋の季節はですね、私カントリーガールズとしてもツアーでやらせてもらったこともあるんですけど、うん、その時にすっごい疲れちゃったんですね。ずっと跳ねてるのね、ぴょん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 振りがしてるので、うん、振りが激しいので、うん、こう本当疲れた記憶があるんですけど、こう元気にパフォーマンスしていてすごいなって思いました。おー、はい、私もオープニングアクトの経験はあるんですけど、うん、オープニングアクトってなんか結構緊張しない？緊張する。なんか照明とかも明るいので結構なんかお客さんの顔がよく見えるね。顔がよく見えるし、私たち椿ファクトリーを初めて見るという方も多分たくさんいらっしゃる中で、パフォーマンスをするっていうのはすごい緊張することなんですけど、こういう場でたくさんの方にこう知っていただけていたら嬉しいなって思うので、これからもオープニングアクトに出させていただくときはもっともっとたくさんの方に知っていただけるように私たちも頑張っていきたいなと思います。はい、あと気になった研修生とかいますか？研修生は、うん、加入の時期が近い、うん、堀江貴月ちゃんなんですけど、すごく貴月ちゃんはパフォーマンスをするときにいつも笑顔で、その笑顔もすごいキラキラしているので、うん、私もそのね、キズキちゃんに負けないキラキラな笑顔でパフォーマンスできるようにしたいなって思います。はい、そして私はですね、ダンバラルルちゃんなんですけど、本当に歌が上手くて、うん、あと特に落ちサビのパートを歌っていたんですけど、うん、 あそこが本当に上手でですね、ちょっとじーって見てしまいましたね。はい、それでは続いてはこちらのコーナーです。さあ始まりました、はい、ジュースジュースの日本語の時間、司会進行を担当しますリーダーの宮崎優子です。そして一緒に正しい日本語を学んでいただくのがこちらの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこのコーナーは私たちジュースジュースがワンランク上の大人の女性を目指して正しい日本語に関してご覧の方々と一緒にクイズ形式で学んでいこうというコーナーです。はい、はい、それでは最初の日本語の時間です。はい、問題はこちら。相手からもらった写真集を見たということを相手に伝える場合、次のうち不適切な敬語の使い方はどれ？こちらは3択問題になっています。1番、写真集を拝見しました。2番、写真集を拝見いたしました。3番、写真集を拝見させていただきました。写真集出したことないから分かんない。どれも分かるはずです。それでは一斉に回答をオープン。いやマジ自信がない。2番、いたし。2、いたし。3番、あ、さゆきが3番のさせていただきました。絶対間違ってる。かりんちゃんが2番のいたしました。いたしました。アーリーが3番のさせていただきました。はい、はい、私はじゃん、2番、いたしました。あー、もう間違えた。はい、答えはこちら。やったー。あったとじゃん。なんでよ。やっ
ましたは拝見といただくという敬語を2つ並べた言い方。拝見と敬語、二重敬語と言われるもので敬語の使い方としては NG です。そうだ、二重敬語ダメって言われた。あ、言われたかもしれない。やっぱ嬉しい。難しいね、でも使っちゃいそうだね。なんかさ、拝見させていただきます、ね、でもさゆきとありは合ってる。おめでとう。嬉しい。次は対義語、いわゆる反対語の問題です。問題はこちら。なえるの対義語はうんえる。四角に入る言葉は何でしょう。しか思いつかないけど、さあ考えてください。マジなえるは反対語を言えばいいでしょ。難しい。皆さん書けましたか。ちょっと待って、何にも書けてない。え、気分下がりました。え、じゃあ合ってるかな。それでは一斉に回答をオープン。ともこがさえる。さえる。正解がさかえる。かにちゃんがこえる。こえる。こえる。お、二人ともこえる。なんでこえるなの。じゃん、財布と一緒。あ、一緒だ。でも絶対違う。え、なんでそういうこと言うの。じゃあ答えを見てみましょう。もえる。もえそっちのもえなんだ。わかる。もえきゅん。なえるとは意欲が失せるというような意味です。もえるはもともと木々が芽を出すという意味ですが、最近では強い関心や意欲を持つというような意味でも使われ始め、ナエルの対義語とされています。初めての解説聞いてましたか。だって萌えって言うじゃん、萌えって。次は漢字の問題です。やった。問題はこちら。羊羹を漢字で書くと近くに入る言葉は何でしょう。わかんないよ。皆さん、え、これ有名？え？わかったとか言っちゃったの恥ずかしい。絶対違うかもしれない。なんかどうしよう。恥ずかしくなってきた。それでは一斉に回答をオープン。ただ、惜しい。なんかさんずい、洋風じゃないかな羊羹と思って、うん、なんかなぜかさんずい取りました。それだ。わかんないけど。洋菓子がその語源の、あ、そうなんか元々は羊羹の。うん。って言われかなっていうかって思いついちゃったんだけど、あ、違う、なんか違うぞと思って、よって読まないぞと思って、ね、そう、これにしました。アーリーはさっきと一緒の。でもとりあえずこっちにしちゃいましたね。私はじゃん、え、妖怪これかなって思っちゃった、ね、はい、はい、じゃあ正解を見てみましょう。やったー、羊だ。そうだ、羊羹はもともとは中国で羊の肉を使った厚物、つまりは羊の肉を煮たスープ類のことでした。そうなの。それがいつしか材料が小豆に変えられ甘くして今のような羊羹になりました。だいぶ変わりましたね。変わったね。だいぶ変わりましたね。次は漢字の読み方に関する問題です。問題はこちら。漢字でこのように書く果物は何。あ、で、でも私今一回浮かんでてどっかにいなくなった。ちょっと本当に知ってる。今一回浮かんでどっかにいなくなっちゃった。何だっけ。本当にこれ、え、これめっちゃ見たことある。それでは一斉に回答をオープン。じゃじゃん。おお、あ、それだ、それだ。それだ。怖い怖い。どうしたかりんちゃん。あら、あら、私はキウイ。あ、キウイかも。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 キウイかザクロだ。キウイかザクロ。じゃあ答え見てみましょう。お願いします。やったー、イチジクだー。やっぱそれだったか。諸説あるようですが、実が少しずつ熟す様子からイチジクなどと呼ばれ、イチジクに変化したと言われています。花はあるの。花のない果物という漢字が当てられたのは、イチジクの花が外からは見えにくく、まるで花がないように見えることからと言われています。一気に秘めたるものが見えちゃったってことですね。そういうことですね。さて、次がいよいよ最後の問題となります。頑張るぞ。ここで皆さんの正解数を確認しましょう。ともこが9点、9、さゆきが7点、かりんちゃんが9点、10点、アーリーが9点、おお、そして私、宮崎は9点。え、ということで、実はさゆき以外がみんな9点なの。さゆきに優しさを、みんな揃って9点になるか、うん、みんな揃う、みんな揃ってるから、ね、次は2点、2点にします。じゃあ最後の問題は2点にしましょう。優しい、みんな、はい、それでは最後の日本語のお時間です。次は日本語のさまざまな雑学に関する問題です。問題はこちら。次のうち漢字ではなく記号なのは。こちらは3択問題になっています。1番、2番、
3番分かった。どれでしょう。え、うわーこれきつい、わからない。じゃあ一斉に回答をオープン。じゃん、てってれー。絶対違うじゃん、私絶対違うじゃん。ともこが3番。そう、それで迷ったの。私もさゆきが2番、かりんちゃんも2番、恥ずかしいところも2番、私も2番。やばい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 。とも一人勝ちじゃない。ねえ、一人勝ちかも。正解はこちら。3番のこれは漢字ではなく反復記号の一種。これ時代に読みはありませんが、カタカナののとまを組み合わせたように見えることから、のまてんと言われることもあります。たびたびや常々など同じ漢字を重ねるときに2文字目の文字の代用として使われます。知らなかった。いやー、すごい。すごいじゃん。さて、さまざまな日本語に関する問題に挑戦してきましたが、いかがでしたか？なんか漢字を書くみたいなのがすごい苦手なんだなって分かりました。カニちゃんはどうでしたか？はい、私こういうなんかクイズとかそういうのやった時って、うん、あ、もうなんか明日から勉強しようみたいな、なんかそういう気分になってくるんですけど、まあ結局やらないみたいな感じなので、まあこれからもですね、なんかこう程よく日本語勉強していきたいなって思いますね。はい。私はですね、もう国語はすごい得意だったので最初から自信あったんですけど、なんかそうですね、思ったよりできて、どうだかな、思ったよりできたか、できたな、できて、すごい自信になりました。ということで、このチームの優勝はともこということになります。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それではソロコーナーでは何がやりたいですか？いや、ちょっとまだ何も考えてないですね。まさか自分が1位になると思ってなかったので、ちょっと楽しいこと考えたいなと思います。はい、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。 はい、見ていただきました。いや、難しかったですね。難しくて、もうなんか実際にそうやってみたんですけど、私たちも全然解けなくって、難しい、難しくて、私は1問ぐらいしかできなかったけど、キイちゃんも1問ぐらいしかできなかった。同じ問題を同じ問題をね、しかできなかったんですけどね、ほんと難しいね、日本語なのにね。日本語なのにね、ほんと難しくって、なんか勉強しないとなって、ね、ほんとね、やるときはすごい思うね。はい、勉強しなきゃって思いました。はい、このコーナーでは今後他のグループも様々な企画に挑戦していきます。すごい幸せ。アンジュルム和田彩香のボイストレーニングの映像をご覧いただきます。どうぞ。苦しくないかで言えばどっち？苦しいです。苦しいよね。これ多分これずっと歌ってたら喉潰れるよね。で、それ何がいけないか分かってると思うんだけど、それを考えると多分すごく大変なのよ。だからここを変えたいのね。もちろん姿勢が悪くて今こういう状態で歌ってるじゃない。で、それもちろん直したいけど、それやると多分固まるので、
あのそこじゃなくてこっちにこっちだけに意識を持って、行こうか。あの腹式呼吸なんですけど、腹式って言ってもあのヨガ的な腹式じゃなくて、もうちょっとこの肋骨のあたりをバンと支えてあげることが必要なので、それを今日はちょっと重点的にやってました。頑張っちゃいけない。とにかく楽しいところ、響くところ、楽なところを探していくね。じゃあ一回全部ここを頼っていくね。はい、全部から、せーの。全部大切な思い出さ、いつでも心の中。惜しいね。一瞬やっぱり首使うね。中って外してみ。で、マイク上持ってっちゃっていいよ。はい、今あんまり何かをしようとしないでください。で、反動で中って上に持ち上げてくれる。いつでも、せーの。いつでも心の中。そうですか、どうですか、楽。オッケー、そこにも。とにかく楽なとこを追求していってくれる。あのちょっとしばらく間がレッスンの間が空いちゃったんで、まずは今いろいろなまっているところ、体とかも声帯も含めて少しなまっているので、音程とかリズムとかがもうすっかり忘れちゃっているので、なんていうのかな、今なんとなく歌ってるんだけど自分でもどこがどうだか分かんないっていうところで、まずリズムをきちっとつけてあげることと、音程はどこで自分の体でコントロールするのかっていうところを、もう一回初心に戻ったところでやってた感じなんですけども、和田の場合は非常にこうやると吸収はするし勘がいいので、自分でこう努力して上手くなるんですけど、やっぱりまだ若いので忘れてくんですね、あっという間にやったこと。だけどすごく努力家だし真面目なんで、自分でステージでに立って上手くなっていく感じですね。だから本当に一気で入った頃からすれば格段に上手くなってるんだけど、まだちょっとやっぱりリズムが取れなかったり音程が取れなかったりするところが非常に不安だったり自信がないって、頑張ってそこの基礎をちゃんとつけようかなと思ってます。新しい未来が見え始めた、だけど君は別の道を選んだ、桃太選んだっていくときに、あの音は必ず目に見えててほしいの。だえらんだってボールの球があるとすれば、選んだって行くんだけど、この場合は選んだ少し前に出したいの。で前に出すんだけど、このボールが選んだって言ったら音は上がっていくだろうし、選んだって言ったら音は落ちていくのよ。だからそこにいてます。で出したところでちょっとしゃべれかで、うん、って押さえるみたいに選んだで、ここでくるくる回して響かしておいて、はい、だけど君は、だけどせーの、だけど君は別の道を選んだ。あ、素敵素敵素敵。でその自分の今できた感覚を一個ずつ積み重ねていくね。せーの、旅立ちの時間だ。あの悩んでるけど、あ、ハテナマーク出てますけどできてますから、いくよ、せーの、旅立ちの、ごめん、あー、せーの、旅、いいよ、旅立ちの時間だ。そう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 、そうです、ポジションの問題。単純に音程はあのそこの音の高さで取らないで、だいたい手前が間違ってるから。非常に甘い声をしているのと、あとやっぱり壁になるしっかりした声質なので、あの和田が入ってくると非常にアンジュルムらしさが出るというか、それぞれがこう異質な声がこう重なって素晴らしい感じにはなってるとは思うんですけれども、和田は本当にいい、いわゆるミルキーな声ですね。でも本人はさっきもちょっとレッスンの始まる前に言ってたんですけども、もうちょっと歌をスキルアップして実力をつけていきたいし、自信もつけていきたいっていうことなので、お先がちょっと楽しみですけど。君ら
君らしいね。膝生地投げてもいいよ、はい、君らしいね、体の反応使っちゃってもいい。で、この辺もすごく良かったですよ、良くなりました、いい感じです。よし、あとはもうちょっと自分で自己練習してください。はい、 VTR を見ていただきましたがどうでしたか？はい、そうですね、私も杉浦先生のボイストレーニングを受けているんですけど、本当に優しくて先生がとっても楽しくって、でもすごい大事なことをたくさん教えてくださるので、こう毎回毎回楽しみにやってますね、私は。はい、ボイストレーニングがとっても好きです。あ、そうなんですか。私もボイストレーニングを私は違う先生なんですけど、うん、やらせていただいて、なんか全然まだまだ知らないこととかもいろいろ教えていただけるので、そういうところをこう頑張ってやろうとしてもその場ではすぐできなかったりとか、そういうのがたくさんあるので、これからもっともっといろんなことを学んで、私ももっともっと歌のスキルを上げていけるように頑張りたいなって思います。はい、今日も暑いね。私のナンバーワン、イエーイ。はい、このコーナーでは私たち MC の何でもナンバーワンをご紹介していきたいと思います。私たちの思うナンバーワンですから、実際にはそうではない可能性もありますけど、紹介していきたいと思います。ではまず私のナンバーワンからいきたいと思います。はい、私森戸千咲はカントリーガールズの中で一番まつげが短いです。え、そうなの？そうなんですよ。でもそんな、いや短いんだよ。いやでも全然見てもいや そんな短くないと思う。いや本当にこれはメイクしててマスカラとかつけてるからなんですけど実際にはこうカントリーガールズって本当にみんなまつげが長いんですよ。特に桃地先輩と尾関舞ちゃん、船木むすぶちゃん、あと山木りさちゃんがすごく長くてもう半分以上なんですね。で逆に言うと柳川ななみちゃんはまあ普通で、私はすっごい短いんですよ。すごいでもないか、ちょっと短めなんですけどこうその最初に言った4人はもう、こうマスカラとかつけてなくてももうメイクしたっていうぐらいまつげが長くてすごい上がるんですよ、しかも。なので本当に羨ましいなって思ってて、だからメイクしなくてもアイメイクとか全然しなくても変わんないぐらい本当にまつげが長くて分かんないんですよ、本当に。なんかメイクした後なのかしたらもう全然違うから分かるんですけど、本当にね、だから羨ましいなって思っていて、だから私はまつげ美容液っていう、つけるとまつげが伸びるって言われてるこう薬みたいなのをつけてるんですよ、ね、なのに伸びないんですよ全然。だからもうすごい悲しくって、まあでもまだ始めて3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月も経ったのかって感じ。結構やってるんだ。結構やってると思うんですけど、でもなんかあんまりちょっと自分ではちょっとよくわかんないのでもっと続けてちょっともっと伸ばしていきたいなって思います。はい、はい、じゃあ次。はい、私朝倉キキは椿ファクトリーの中で一番朝が強いです。お、強いんだ。弱くじゃなくて、はい、すごく椿ファクトリーのメンバーは、うん、朝起きるのが本当に苦手すぎて弱くて、アラームが鳴っても
起きないんですよ。そうなんだ。尾形梨紗ちゃんとかは、うん、携帯をこう持って、うんうん、この近くで寝てんのにこれでアラームが鳴っても気づかなかったり、山岸莉子ちゃんは起き上がるのに30分ぐらいかかるので、あのホテルとか一緒になった時とかはもう本当に起こさないと起きないぐらいなんですよ。でも私は結構朝はもう起きれるので、これが一番じゃないかなって思います。すごい、なんか私から見たらこう山岸さんとか尾形梨紗ちゃんはあの年上のメンバーだから、すごい朝とかしっかりしてるのかなって思ってたから、すごいびっくりですね。初めて聞いたのですごいびっくりしてます。すごい幸せ。エンディングです。はい、今回 MC、はい、この2人でお送りしてきましたけど、どうでしたかね。森戸千咲ちゃんとは、はい、舞台気絶するほど愛するの時で結構話すようになって、そうね、その前とかあんまり話してなくて、でも私結構前から仲良くなりたいって宣言してたんですよ。嬉しい。ポニーテールつながりでなんか仲良くなんないかなって思ってたんですけど、こうやって MC をやることができて本当に嬉しかったです。はい、そうですね。私もハロープロジェクトのコンサートでも会ったら話す程度だったんですけど、ここまでね、じっくり話したのはじっくり久しぶりっていうか初めてだったので、すごい楽しい時間になったなって思います。はい、それじゃあ次は誰と MC をしてみたいっていうことなんですけど、はい、ありますか。私はモーニング娘。16の佐藤まさきさんとやりたいなって考えてます。はい、なんか理由とかある。理由は、なんか話す、一緒に話すだけでなんか楽しいなって感じるのが佐藤さんで、え、話したことあるの。なんか舞台を通してなんですけど、なんかすごい面白い方だなって思ってて、またなんかこのハロステを通して一緒に話すことができたら嬉しいなって思ったからです。はい、じゃあ私はですね、アンジュルムの上國料萌ちゃんと一緒にやってみたいなって思いますね。グループとしてキュートさん、モーニング娘。16さん、ジュースジュースさんと、あと今回で椿ファクトリーの方と やらせてもらったんですけど、 MC をアンジュルムさんと、あとコブシバクティの方とはまだやったことがないので、ちょっとそのアンジュルムさんの中から選んでちょっとやりたいなって思いました。はい、さてそれではここで次回のハロストの MC を私たちが発表します。はい、イエーイ、イエーイ。じゃあ事前にね、はい、描いたので、はいはい、絵を描いたのでここで披露したいと思います。よし、じゃあいきますよ、せーの、じゃん。はいはい、あれ、あ、わかる、わかるかも。はい、注目ポイントはこのポニーテールですかね。はい、よくやっているイメージがあるので、わかる、これです。はい、はい、そして私はですね、この茶髪ですかね。わかんない、え、茶髪といえばみたいな。茶髪、茶髪です。茶色かな、だいたい茶色です。はい、はい、次回はこの2人が MC を担当してくれます。お楽しみに。それでは最後に6月20日日本武道館で行われたキュートコンサートツアー2016春コンチェルトから大きな愛でもてなしてをご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はカントリーガールズの森戸千咲と椿ファクトリーの朝倉キキでした。またお会いしましょう。バイバーイ、はい。